東京帝室博物館、文化財保護委員会などで、古陶磁研究に多大な功績を残し、また、美濃、京都、備前、唐津など、日本全国の窯を回り作陶するなど、近代陶芸発展の功労者である小山藤夫氏。その本作は、桂枝、高台、絵付けなど、独自の境地であり、古陶磁研究で培った感性が統一した手法と言えましょう。